寒い日が続いたり雪が降ったりと出かける先が限られてくる中で、こうした暖かい室内で芝に座りながらピクニック気分が味わえる店が今人気なんです。それが米子駅前通りの白ラボジャパンです。はい、今ありがたいことに満席になっています。若い女性を中心に主婦の方とかもたくさん来られます。まるで外にいるような気分を味わえる店内には、豊富なメニューに加え子供が遊べる積み木やピクニックバスケットもあり、子連れ客にも人気です。この店で今注目の新スイーツが。お待たせいたしました。うわ、こちらクレープボールのいちごになります。すごい、クレープボール、酸っぱいいちごバニラ。ボールの上に乗ったクレープ生地にアイスクリームやいちご、ナッツやくるみなどを盛り付けた、見た目のインパクトと可愛らしさが融合したスイーツです。こちらもオリジナルの商品になります。まず見た目が結構豪華なので、皆さん写真を結構撮られる方が多いです。クレープを崩してお好みの状態まで混ぜてからいただきます。パリパリっとした食感のクレープ生地にふわふわのホイップクリームとアイスクリーム、甘さの中にいちごの酸味もあってとっても美味しいです。女性に大人気のこちらの店ですが、実はもう一つの顔が。夜になると店内の照明が落ち、落ち着いた雰囲気の中にバーが登場するんです。午後7時以降はカクテルなどを提供する落ち着いたバーへと様変わり、まさにナイトピクニック。夜は女性だけでなく、落ち着いた雰囲気に誘われた男性客の心もつかみます。バーという場所は、少し敷居が高かったんですけども、もっとカジュアルに楽しめる場所を作りたいということで合体させていただきました。米子で一番くつろげる空間になってもらえればと思って、僕たちもやっていっています。春はまだ少し先、一足先に屋内でピクニック気分を味わってみてはいかがでしょうか。